こんばんは。火曜の夜はマンチャーヒンチャーでございます。えーっとですね、えー、ちょっと今日もいろいろ報告がございます。えー、今日、あのね、えっと、各州で抗がん剤のお、えー、何投与、投与をしているわけでありますか。その合間を塗って、やっぱり月曜日に、いつもその他の病院の腎臓、まあいつかお話し,しました。あの、若い、 先生何、えー、て言うんだろうね半分自分のミスをミス認めるようなことをおっしゃったでも信頼をしてる本当にいい若い先生です、えー、ずっと見ていきますからって言ってくれた先生に別の病院にかかっていますあの合間を縫ってね3ヶ月にいっぺんぐらいなんですけれども、えー、それも月曜日のはずだったんですがなぜ,かなぜか今日 なんで今日火曜日なのかななんで YouTube じゃないのかって、確認すればよかったんだけど、バタバタして、忙しくて、行きましたら、えありません。え,え昨日でした。あれ手帳に。間違えたんです。間違えたんです。で、どうしようかと。もう薬がないんで、あの、来週休みだし、12日ね。えー、なので、というわけで、もう2月5日かは早いね。それで、あそうだよね。合ってる あ6日かそうだそうだだから昨日はそうだねで12日が休みなんでで、まあ、ちょっとやっぱり行かなきゃいけないと思ってあのじゃあじゃあお願いしますと言ってですねあのあの違う先生だったんですけどはい行きました、えー、で実はちょっとねその前にだからえー、じ,じ,じゃない抗がん剤の方でも腎臓の検査は一応してるんですだから隔週でしてるわけでで前回は先週だったのかだよね でその前の、そのその2週間前に少し腎臓の数値が下がってきてますね。まあどうなんだろう、これ大丈夫なのかなーなんて言ってた。まあ腎臓の先生に聞いてくださいみたいな話をしたんです。で、その次の、えー、だから先週に行ったら、あ、戻ってますねって言んで安心していたんですけれども、今日、その、違う先生でしたが、 感じ悪い先生なん、ね、<laughs> えですけど、一気に、で、数値がた、た分んね、32ぐらいか34ぐらいで推移してた腎臓の機能が、29だったんだと思うんだって、ちょっとちゃんと見てないんだけど、で僕,僕で、あの腎臓が悪くなった、もう、もう要するに、もうすぐ透析だろうなって言ってた頃は、多分二25とかだったと思うんです。20%切るとやばいみたいな、20%になるとやばい。 で、これも、あの、最初の先生はそれ諦めてた。あの、もうすぐにこの人透析だろうなと思ってたんですが、その後食事、食事で、奇跡的に34ぐらいまで上がってきて、いや、もうびっくりですみたいな話だったんですが、それが今回29まで落ちたので、ちょっとわかんないんですけども、言い方が嫌なんだよね。まあ,まあいいね、それは。で、なんのせいかわかんないんで、まあ、 ちょっと、血圧だろうなって言うんですけど、そうじゃねえんだよね。まあ、いろいろ、いろいろ、その文句はいいんですけどで、いずれにしても来週休みなので、で、その次の週は抗がん剤やらなきゃいけないんで、で、その次の週、つまり二週間、ん ?3 週間後に、その信頼のおける先生にもう一回見てもらうということでどうするか。ただ一週間でそうやって悪くなったんすると、ずっと急激に落ちるとやばいので、また少し少し、 ちょっとね、甘く見ていた部分があるんです。あの、全然ずっと、あの、落ちなかったんで、で、なおかつ、腎臓の先生にも少しタンパクしとった方がいいよがあの。ガンと戦うためにはみたいな話。で、あんまり、要するに腎臓の方は気にしないで大丈夫なんかなみたいなのを思ってたところがあったのかもしれないんですけれども、少し、ちょっと気をつけようというふうに思い始めて、その気をつけるってことは、胆迫を制限するってことになるだとすると、今度、ガンに対してどうなんだ ということがあってまあ厄介だなと思いながらの今日でありますでまあ昨日今日と割と寝ているちょっと疲れている何なんですか寝ているという状況でございますでまあそのなんで寝ているかというのはまあ、えー、まあ一昨日、えー、大きなイベント、えー、月桃の花ガマ月桃の花という上映かをやりましたでこの月 ゲットの花という映画は DVD 化されてないデジタル化されてないくてフィルムでしかないんですねで僕見たことがなかったんで説明告知宣伝するにも見ないっちゃっていうようなことでなんか DVD になってるのないのみたいな結局,結局なくてないままに、えー、上映会をすることになりました で、だから僕に確信も何もないわけだよね。そのな、あの見ないで上、まあそ、まあそういうこともあるんだけれども、映画祭ではそういうこともないわけではないんですが、確信がない。で、で、あの、その2回の上映会の間に、若い人との対話を、ってうんで、若い人を呼んで対話するという企画を立てたんですね。で、も、まあ、感想を言ってもらおうというふうに。で、どちらかというと若い人と、あの、要するに沖縄に対していろいろ寄り添うような、 というふうに言っている革新系あるいはリベラルな人たち、えー、と若い人たちの断絶みたいなことはちょっと問題になっているのでそこをなんとかそこのことをテーマにしようと思っていたのでありますで見ましたこれがですね実はですね大変素晴らしい映画でしたあのびっくりするくらい、えー、などういうふうに言ったらいいんだろうねあのまあ沖縄の人たちが作っている 映画なんですが、いっぱい確かに詰め込んでいる部分があるんだけれども、僕今までたくさんの沖縄戦に関する映画を見てるけど、多分このくらい出来のいい映画はない。確かに名作というふうに言われる映画だなでもこれは本当に一度でもいいから見てほしい映画だなというふうに思ったんです。ですごくその映画に力がある映画でした。結果どういうことか。 そのや映画の力に僕のがの企んでいたあートークショーがすなんかやりにくくなっちゃったのね。で、要するにどっかでその若者たちに見て,見てもらって感想を言ってもらおうっていう話。で、そこに多分あのお年寄りたちが持つ感想と違うものが出てくるだろう。その中から彼らにから学ぼうというふうに思っていたら いや若者たちにも響いちゃったんだよね、この映画。もしもそうだって、最初からこの映画、こういう映画だって分かっていたら、ですね僕は告知の仕方も宣伝の仕方も多分変わっただろうというふうに思ってます、特集の設定も違ったに違いないとは思っているんですが、まあ、でもそれにしても若い人たちがたくさん集めて、あの集めることができて。であの ちょっと、ここから新たな始まりがあるというふうに思っていたんですが、どういうふうに素晴らしいって、なかなか言いにくいんですけども、な、淡々と描いてます。その、まあ、ガマに逃げていって、そこで。で、あの、まあ、カビラジ結局ここに来ませんでしたけれども、サッカーに負けたら来ると言ってたんですけど、まあ、彼が、なんて言うんだろうな、えっと、 お母さんが沖縄の人で、で、アメリカに住んでいて、そして、お母さんのお母さん、おばあちゃんに会いに来るというところが映画は始まるんだよね。で、お母さん許してくださいみたいな、あの、アメリカへと一緒になったお母さん許してください。で、話が進んでいくうちにわかるんですが、その、お母さんというのは実はおばあちゃんの、実は本当の子供ではないんだよね。で、お母さんの本当の子供は、そのガマの中で死んでいく、あの沖縄戦の中で死んでいくわけであります。 まあ、その時にやっぱりそのあの親が亡くなっちゃった子どもが同じ年頃の,の子供がいてでその子をその連れてで本当は死のうと思ったんだけどその子がいることによってこの子とこの子もう死のうとしてたんだよね今,今にも手の手榴弾を手、まあ手榴弾って言い方しますが沖縄ではそれを爆発して自決をしようというふうに思った瞬間に泣いてる子供を。 その抱き上げて、えー、死なないで済むでその子がアメリカ兵と結婚をしてということになるわけですでまあその本当にいろんな要素があるんですけど確かに何にも沖縄のこと知らない人には盛りだくさんすぎてっていうとこもあるのかもしれないけれども僕なんかもしてじ実にそのバランスがいいしすべてがきちんとやっぱり沖縄の人が撮ってる映画なんかあのーうん うんなんだろうね。その、ちょっとうが、うがった感じもないし、実に淡々と撮っている映画でした。特に平富さんですから、まああの、まあ平富さんもおちょっとお亡くなりになってしまいましたけれども、あの、ナビの声とかいいんです。あのおばあちゃんいいんですけれども、僕はちょっとびっくりしました。平富さんがこんなにいいっていう、 まあ最初は普通のおばあちゃんでの、いつものタイのと見さん出てくるんですが、最後、日本へに向かって、あんたたちって打ち殴して、うわーっとしゃべり始めるところっていうのは、もう危機迫るものがまさにその仮眠中,中って、仮眠中っていかな、神、神村、村のみ,みんなが尊敬されてるおばあちゃん、それはすごかったですね、もうびっくりしました。あの、で、たくさんの、ああの例えばアメリカが残したあの沖縄戦の、とっても悲惨な、まさに死体も出てくるような、 あの、場面を出てきます。それから100フィート運動のからも多分フィルムを使ってるんですよけども。あの、今までのその、あの、たくさんの映画でそういうの使ってるなんですけど、それはもまさに使ってますっていう感じの映画だったんだけど、それが見事にその、どっちが実写なのか、どっちが後から撮ったのかって分からないように構成をされて、本当に素晴らしい映画でありました。で、その力に、なんつうんだろうな、負けたね、あの、 イベント自体が、いや、あの、えっとね、まああの、決して失敗だったというふうに思わないけれども、あの映画の力にやっぱり圧倒されたというところがあります。知っていればもっとみんなに見に来てくださいっていうう言えたんだろうな。まあ、それでも見に来てくれる人は、大した数はきっとでもいないんだろうとは思うんだけれども、ちょっとびっくりしました。で、あの、あの映画を見た人はもう一回、もう一回やりたくなる。それだから 一回でも見ると、その例えば学校公演で回ってるんですけど、毎年それを読んで、その,その映画をやってくれるようなところがあるんだ。が見てくれれば。で、そういうようなことを言うと、たくさんの人が、なんで DVD かデジタル化しないのっていう話をする。僕も一番最初に、その試写会やるにも、なんで見たら、ともかく見,見たいっていうふうに言ってたんだけど、それはありませんというに、かたくなに。今回16ミリでやったんです。30、もちろん2ミリ、30何ミリもあるんだけれども。 まあちょっとね、ちょっとそれは大きすぎて、ちょっとのあげられないみたいな話で。ああ、なんつったらいいんだろうね。で、その時に、今日はね、ちょっと思惑がありまして、えー、ちょっと話ちょっと転ぶんですけども、えー、これこ、今日やる前に木下さんから連絡がありまして、えー、ちょっと o グーグルの人と今はあった。ちょっとその話してに行ってもいいよ、みたいな <laughs> 僕何の話するか全然わかんないです。ちょっとグーグルに引っかかったんです。で、なぜ、何を、 もういう話なんかちょっとわかんない。今ちょっと、ちょっと話してもらうんですが、そのデジタル化する、れこれ誰俺俺ごめん。ちょっとすいません。ちょっと待ってくださいね。えー、ちょっと、ごめん。ちょっと、ちょっと出て,てあの、後で電話する。えっ、ー、と、ごめんなさい。これ、ちょっとその、今ね、今電話かかってきた人とも関係がある話なんですけれども、えっ、ー、と、ごめんなさい。つまり、デジ、デジタルっていうことをどう考えるかっていう話なんです。 で、その、ずっとその、まあ、海里豊さんというフォークシンガーが、月頭の花という曲を作った方でいらっしゃいますが、その方が制作した映画なんですけれども、で、まあ、あいろいろ、まあ、お金の問題とかあって D v D 化 DVD 化してどうこうしようみたいな話も落ち上がるんで、海里さんもそうしたいっていう思いもあるんだけれど、その、今日映写技師として来てくださった佐藤さんという方でありますが、この方がカタクナにそれをこだわって、 で、その、それダメだっていうふうに。で、その方とは、まあ、本当に携帯も持ってないような、あ、携帯持ってるのか。ガラケーね。ともかく何も、要するに SNS みたいなのだと一切繋がらない人でありまして、まあ、これでいいんですみたいな話で。で、昨日、まあ、あの、おとと,とか、終わっていろいろ話をしたときに、フィルムでなければ伝わらないものがある。という。で、僕は本当にそう思いました。 でも実は本当は今ちょっとあのホールだったんで上の方で本当にね近くの後ろ側でカタカタカタカっていう音を聞きながら見たかったという思いもあるんだけどそのこのフィルムだからこそ持っている力というものがあるんですというふうにおっしゃっていたことについてとっても共感をしましたでそれは今僕らがやろうとしていることを要するにその商品化されない 資本主義の体制の中の拉致いからそのことについて問おうとしていることと、僕、つながっているというふうに思った。で、まあ、あの、うちの、うちの、あの、資料館などを今、いわゆる本当にデジタルの最先端の人たちが、あの、面白がって、えー、それをデジタル化しようというふうにやってくださっていますが、 これはこれでね、つまりね、デジタルの最先端っていうのは実はデジタルじゃないっていうかね、アナログと非常にこの、あの、関係があるんだ。なんかデジタルっていうとなんか、要するにネットでどうこうみたいなようなことではなくて、実は、実はデジタルってもっとすごい可能性があって、アナログみたいなものをそのまんまいかに残すかということの世界まで行っているんだよね。 で、それを、その、今、うちの、あの、資料館、つまり、あそこの資料館には、もうすでに、あのね、他のところで、その、この話したかもしれませんが、そういうデジタル化しようとすると、まずその、どういうふうに、その、構築しようかということを、まず考えなければいけないその、例えば他の資料館とか、あの、沖縄にある福津館もそうだ。だけど、うちに来た時に、その、ま、ああの、何とかも言ってます、あの、東海大の図書館長さん、水島さんが、ここには、もうすでに構造化されている、この、あの、あの資料館は、 それは、ま、高山さきという人間の頭脳の中なのかもしれないけど、この構造化したこのまんまでいいんだ。このまんまをいかにデジタル化して、そしてそれをどうやって繋げて発信をしていくかっていうことをやらせてくださいっていう話をしてくれた。極めて、つまり僕のアナログ。で、今、あの資料館ってのはこれは完全にデジタル化、デジタル化する寸前の状態がここにある。それを面白がってそのデジタルとしてまとめるってのことを、まあ、えー、言ってくださって でこの前はその先生が、早稲田に向けた、早稲田の学生に向けた授業を、うち、えー、からリモートでやってる、これがなかなりか面白かったんだよね、この授業が。で、あであ、そうそう、いたんだ、そうそう木下さん、その時にいらっしゃいました。そうというようなことを考え、その僕もさ、どういうことになるのか、果たしてその木下さんの木下さんじゃない、あの、水島さんの言ってることをどこまできちんと理解してるかっていうことは、 あのー、まあちょっとこれからやりながら、一緒にこうやりながらということになるんですけれども、ちょっとつまり、そういう話を、ね、して、グーグルに引っかかったんです、今日う、木下さんが、ちょっときょグーグルの人に会ったから行くよっそ,そこだけで引っかかったんです、あ,あ,あげてください、木下さんでございます、でち,ょっとちょっとね、まだ、えー、とちょっと先にちょっとの告知もしなきゃいけないんで、でそんなことをやっているの。 でえー、ちょっとストリップの話をし,しなきゃいけないかな。あの、えっと、いつだっけ、えっと、んもう,もう24、2月の24、25まで迫ってきちゃいました。えー、ねさんとやるイベントです。えー、全開主吻という女、琉球古典女踊りの最高峰という踊りに、そしてそれに対して、ストリップと我々、僕の語りと、それから羽賀君の。 えー、まあ、その、ま、音楽で、その邪魔を入れよう、邪,邪魔を入れっていう言い方じゃない、まあ、コラボレーション、その中でこどうやっていくかっていうふうに即興でやろうとしてたんですが、その時も、実は、沈んの力に負けて何もできて、手も足も出なかったっていう状態がありました。で、そのことと同じ状況が、昨日の、あの、うん、あの、おとだ、おと,とやった上映会で起きたんだよね。それは、映画だったんだけれども、 まさにフィルムの力っていうかな、そこにその作った人たちの思いみたいなのが、フィルムでなければ薄まってしまう。商品化してデ,デジタルでこう拡散してしまった瞬間に、にあの、弱まってしまうものをそのままの力で持ち続けているっていうことの重要性。たくさんの人に見てもらうためには多分 DVD にした方がいいのかもしれない。けれど多分それではダメな、ダメなんだろうな、 ということをつくづくと感じさせてもらった講演でした。で、そういう、あそ,のその世界をもう一回目指したい。その中で、なおかつその,そのものに我々はどういうふうに対,あの対抗していくのかっていうイベントを今回はまたもう一回ズンに対して、今回もう一回リベンジをしようというふうに思っています。どういう形でてるかもう少し、もう少し、そっ 今日からもう一,一歩出てどうするかということを作戦を立てて我々は手術に立ち向かおうというふうに思っています。2月24日と25日、uh, 24日の土曜日は19時から、25日の日曜日は14時から、えーえー、え、え、こまえ、スタジオフォトワン、こまえで最もいかがわしい <laughs> 空間でありますが、そこで、木戸線2000円ぽっきりやります。ぜひ、えー、今回2日公演、本 <laughs> 当にお客さんを集められるかどうか、<ian> 心配なんですが、ぜひぜひ見に来てほしい。で、そのね、驚いたのは、最初にやった、まあちょっと最初だったか2回目だったか、ちょっと面白い事故、事故っていうかね、起きたんですよ。あの、えー、その時泉の森でやった、あかねさんと2回目だったかな、やった時に。その時の事故の発端を作ったのは、実は、その、昨日、えおととい、あの、うん、 えっと、ゲットの花、ガゲットの花の上映会を、そのでっかい映写機を持って、全国を渡り歩いてる、要するに海瀬戸さんと2人でコンビになってやっている、その佐藤さんという人だったんだよね、来て、まあ、ちょっとこの話はね、ちょっとまた長くなるのでやめますけれども、これ、びっくりです、で、あのー、果樹海の狛江の駅前でやったイベントにも来てくださっていた。 というんで、ちょっと驚いています。で、そして、あ、僕らがやろうとしていることを理解して、一,一番理解してくれる人だった。かじめの時にも、あれも、要するに、全然、えー、タイムテーブルを作らずに、いろんな人に文句言われましたけれども、いや、これなんだ。沖縄チルだイと言いますが、沖縄、沖縄、沖縄の、沖縄的気だるさと言いますが、それを、あの、するためには、 タイムスケジュールなんか作っちゃダメなんだっていうことはなかなか理解をしていただけなかったかもしれないけれども、でも来た人たちには、は、沖縄に来たみたいですっていうふうに言ってくれた。そこにもやっぱりその、ある、失ってはいけない力みたいなものを引き出すための一つの方法だったというふうに思ってるし、本当はそれを期待して2回も次回もっていうようなことができれば、あの、よか、いいのかもしれないが、まあまあ、なかなかね、そうもいかないあれは、まあ、 いろんな天候からいろんなものが奇跡が重なったというふうに思っているのでまあいいんじゃないかな僕ももはや分かったことをその月に我々は展開をしようというふうに思っているわけでありますただ、えー、もう一つだけちょっとそれよりも先の告知をさせていただきたいというふうに思うのはなんだっけえー、っと今度のどん金曜ん土曜日西原か公民館で、えー、15時から 廃祭イイ、えー、13時半13時半から会場に、えー、ちょっと結構長いかもしれないね1000、えー、円ポッキーでハイサイの発表会をやりますえー、ちょっとねまあまあ、まあ、まあこれあの来てくださいちょっと楽しく飲んだり食ったりしながらあのやりましょうあというふうに思っております、えー、まあこういう面もこれもその リキュートというと、舞踊といったなんぞやみたいな、本当に来ていただければというふうに思います。それから、これは直近がその要するに敗戦イイの発表会なんですけど。今、僕の頭の中からはそれほどこじゃないんですね。もちろん病気のこともあるんですけど、2月15日のラママ要請だね。これに向けて、私、落語どうしようかみたいな話になっておりまして。めっちゃ大変、本当は本当にね、これ。これで一番、なんで、なんでやるって言っちゃったんだろうのでいつも後悔するんであります。けれども。 言ってんのかな他の番組でも。あの、藤上一番さんとか、グレートギダユーさんとか、ちゃんと、えー、杉本ちゃんとか、宣伝してんのかな各番組で。どうなんですかしてますということで、ようやくチラシができたんですうわ、これでも高いんだよね。あそうね。2月15日の木曜日、渋谷ラ・ママという有名なライブハウスで、えー。開演時間18時30分。木曜日ですけれども、会場は18時から、木戸線、眉裏3000円。 当日3300円。で、プラスワンドリンクという話で。えー、予約は各人に言えばいい。で、まあできれば、えー、治じがみちさんとか、杉本ちゃんとギさんじゃなくて、私の方に,ここにっできてくると、えー、嬉しいかな。というふうに思っているわけでございますが、なかなかって、ふっとこう思うと、結局僕、今までやってたのは、狛江の人相手に、狛江の人を、 相手に宣伝をしてやってきたんだそれはその望むところだったんですけれどもちょっと渋谷まで足を伸ばした瞬間にあれ狛江の下来ないだろうなっていうふうになんかねあの思ってしまうわけでございましてそうもいかないんでまあ、まあ、値段この狛江値段ではない,んでないしねいろいろということがあるわけでございますが。 いずれにしても若い人がいたくさんいろいろと集まってきてくださるようしたいい若い人たちはお金がないので多分これには来ないだろうと思うんですけれども落語もねちょっと要するに不思議な不思議な世界観まあそれについてはちょっと思,思うまあデジタルからほど遠いまさに本当にほど遠い芸芸っていうかなんですかねまあものでありますけれどもいやといううに今ヒロさん言ってます。というわけで。 で、こんな話をしよう、で、で、で、ちょっとグーグルの話を聞きかかりました。で、実はデジタルが、デジタルとアナログっていうのは、もう、それ、要するに進化したデジタルというのは、そこの脇、えー、要するに境界を超えているかもしれない、可能デジタルの可能性<そ>ということで、大きくうなずいてくれた木下さんでございます、えー。木下さんもおなじみでございますけれども、一応、自己紹介をしてもらった方がよろしいかなと、誰が聞いてる いや、あの、はい、優しく原子力の話をすることを目指している木下であれ、そんな話初めて聞きました違うか。でも、えー、割とその時、ね、木内さんから優しく。 いい原子力の話を聞いたこと、今まままであまりありりせんすみません、難しいですでも今日はちょっとグ、グの話なんですけどそれどういう、どういう経緯でそうなったんですか、ででちょっとその辺から、<に>それはどういうことでしょうか、まあ、じゃあ、お任せします、ちょっと喋ってください、いや、簡単に言うと、はい、2011年の3月に、うん、あの原子力事故が起きたでしょ、はいはい、そしたら、グーグルの方から連絡がかかってきたんですよ。おい,いつの話だから10 3年ずいぶんなグーグル<な>から、グーグルから出間がかかってきたうまあ会いたい、グーグルって電話があるんだね、<laughs> 正確にはだから、グーグルってその、ラリー・ペイジさんって人が作ったんですよ、ほ<う>あのファウンダーで、<う>ところがそのお兄さんって、グーグル一族なんだけど<う>あの、その人の関係者から、会いたい、東京に来るからって言って、呼び出されたの、新橋、へ<ー>ほんで飲んだ。 何が言いたかった要するに安全な原子力ってないのか、お前たちは何をやってるんだって怒られたわけ、事故を起こした、自分はそうではないと思っている、つまり、グーグルって、何だったかってデジタルでしょ、要するに彼は70年、80年、僕よりちょっと今、60半ばなんだけど、 要するにそのインターネットとかそのまさに Google そのものが発展するときに自分はパロアルトで仕事をしていたんだと、うん、でだから今言ってたようなそのデジタルなんだけどどんどんそれが発展していってアナログの世界もどんどん席巻していくようになっていったでつまり要するに最初は小さいあの まあすごく大きなコンピューターがね、どんと座ってたのが、どん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 小さくなっていって、本当にえとお1センチ角になって、それがミリメーター角になって、今、そのサブミリとかいって、どんどん小さくなっていって、安くなった、つまり、技術っていうものはそういうもんなんだと。しまいににはその皆さんのところに 60年代70年代のスーパーコンピューターで何百億円っていうものが、ねみ,み,んね、みんな持ってるわけですよね。そううで,ねでそれが私たち、まあ、要するにデジタルをやってる人たちの,その世界観なの、うん、ところがお,お前たちの,その要するに電気をね作っている原子力っていうのは50年代の,その戦争の時に作ったその空母だとかそういう技術をうん、うん、そのままただ コピーしてて使ってるだけじゃないかと、うん、ででしかも事故も起こしていると、はい、一体何をやってるんだと、お前らは、うん、そういうことを言われたわけで、今回もなんで来たかっていうと、うん、その要するに電気料金、全然下がらないでしょ、はい、高いでしょ、はいで、今度はウクライナの問題で、はい、天然ガスが来なくなっちゃったでしょ。はい だからエネルギー危機をみんな思ってるわけですよ、うんうん、でしかも CO2 がどんどん上がっていってうん、うんで、彼が最初にその笑いに行ったのは、お前ら分かってるのかと、うん、日本の,その、えー、と気象庁とかそういう環境のところのうん、うん、データを見ると、温暖化ガスじゃなくて、ちょっとまあ要するに酸性度がね、上がってるんだって、要するに。えっと何の酸性度ですか海水。海水の酸性度、うん、それは何の原因で だから CO2 が増えてるからよあが増えてるからねそうするとね、彼はまあ魚好きなんだけど、はいはい、魚が死んじゃうよって言ってるわけ、このままほっといたら、じゃあどうすればいいかって言ったら、うん、そのグーグル、さっきまあデジタルの話戻すと、うん、結局その、まあ、デジタルっていうのは1たす1とか0でしょ、うん、でもそれをその例えば10の10乗とか、とにかくものすごい数あうん、うん、集めれば、ほとんどアナログになるわけ。 ね、で今はアナログも、うん、そのデジタルの技術がその10年間20年間の間にものすごく発展しちゃってそれも本当に急速に上がっちゃったんでアナログもある意味できるわけですよ、みんなだって写真撮ったら全部それも拡大してもどんどん拡大できるでしょ、それはデジタルだと思えないじゃない、うん、ほとんど。うんうん、でそういうういことができるよにになったのにうん、うん 原子力何やってるんだっていうのを言いに来たわけなるほど今回ね、また怒られに来てほしい、それでどういうふうに結局、彼が言うには、要するに今、再稼働してるのは、それはいいと、必要なんだから、だけど、君たちは将来は新しい技術が世界を変えるんだと。 ね、今のデジタル技術って今、なんだか人工知能がどか言ってるじゃない、もう世界、あっという間に変わっちゃうよと、でもそのためには、みんなが使ってる電気料金は、本来、原子力を使えば10分の1にはなる、10分の1の電気料金になるはずだと、あるいは20分の1にもなると、でそうすればね、みんなハッピーになるでしょ、エネルギーの、の要するに CO2 なんか使わなくても、 とにかく、エネルギーをみんなふんだんに使えるようになればね。温暖化せずによ、うん、うん、そうすれば、みんなその戦争なんてなくなるでしょ、うん、っていうことは。非常に強く言ってるわけ。うーん。うーん。すんごく今日はシンプルでわかりますか。わかりやすかったですけど。本当。そう,そ,うそう、そう、そう、ここまではね。<あ>で。その。 そこから先なんですけどねそんなじゃあ、どうすればいいか、どうすればいいか、だから、そこはあんまり自分のところにガーデンに水したくないんだけど、なん,、うん、んで私に電話かってきたかっていうと、うんうん、そのよ溶油塩炉、うん、要するに50年代、60年代に作られた、要するに高い温度で水を使えない原子炉ね、うん、それを自分は期待してるんだって言いなるほど。 頑張れとエールを送りにまあエールだけじゃなくてあのしったけ綺みたいなえそれだけじゃなくて僕ら一応組織持ってるからそのお金ももちろんもちろん出ちょい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 いやそんなにねあのえっとテンションが上がるほどのお金はまず絶対出してくれないなぜかっていうとその要するに やっぱり一歩一歩歩あなたができるほどね。で最初にやってくれるのはお前ら活動費出してやるから外国に行くのはお金出してやる、うん、で人と会ったりその自分の考えていることを話しする機会を与えてやる、うん、それにはお金出してあげるまずそのそその,その,その後は自分でやってそれであの成績がよければ伸ばしてやる。 なんだか偉そうだな、僕もそう思いますけどいや、まあ、でも、それはしょうがないでしょ。まあ、そりゃそうなんですけど、うん、さあ,あ、うん、なるほど。非常に面白い話なのでした。が、それを、例えばですね、えー、昨日、映写技師のカタクナにアナログだというふうに言った彼はどうか、どうふうに思うのか、みたいな、あのまあ、ちょっとね、こんな、こんな話をしたんですよ。いや、昔はお,おばあちゃんが、 要するに、子供を育てるときに、子供を産むときに、おばあちゃんがいるという状態まで寿命が伸びたときに、人間はの脳の拡大をやめる。つまり、おばあちゃんという外付けハードディスクができたんですよっていう話を。つまり、あの、あの、ある意味、もう一回そこでやり直さなくていい。おばあちゃんから聞くことができる。子育てに関して。っていう話をどっかで読んだことがあるんですよ。 で、その次が、あの、まあ、いろいろな段階あるんだけど、その次は要するに、文字、あの、本、本みたいなものが、そしてそれがコンピューターみたいな、外付け、外付けになりました。っていう。で、脳、脳が使う、要するに記憶装置としての脳っていうことは、あの、必要なくなった。例えば電話番号なんかも全然今覚えてないんだけどさ。みたいに、今、まあ、かつては3人も4人も覚えたのが電話を覚えなくて。で、その脳みそをどういうふうに使うかっていうような、もう、もはや今、 下手すると受験,受験までコンピューター使ってもいいみたいない,いうような、つまり記憶の暗記みたいなものじゃない,っていうにな時代がなっているっていうふうに、っていう説明をしたら、いや、なんか忘れ、そういうのなくなっちゃったらバカになってませんっていう、彼はそういう言い方をする。その、頭の中で記憶していることを使ってなんかするんじゃないですかみたいな話。まあちょっとそれは僕は別にそれを、そ,のそういう話を 全部全面的に信じてるわけでこういう話もありますよっていう話をしてるだけなんですけどねっ,ったらまあそういう反応をするような人なので今この今日のこの話を聞,聞いたらば果たしてどういうふうにことになるのかちょっとわからないんですけれどもで彼はその映写をやりながら普段は岩、え、手、ー、で農業をやっていて。 という方でありますあの何て言うんだろうねあのまあちょっとそれも僕もこれからの課題だしでなおかつ一方で僕はその,その資本主義社会のその構造の中の拉ちがいからなんか打とうとしているわけで僕はそのグーグルとか本当にその本当にいいように進化していけばそういう時代になるのかもしれないけどとんでもなくて今,今現在全然そうなっていない。 むしろ弊害の方が多すぎる。まだまだアナログの,この根源的な、人間が持っている根源的な力、つまり農家さんが、えー、風を読み、土を読み、そしてどう育てるのか、というようなことを、それももしかしたらもはやデジタルは全部データ化してこうですみたいな時代なのかもしれないけれども、それでも僕はあの人たちの姿を、最近は、やんばるの農家さんと付き合いがあるけど、 すごいよ。もう自分、自分が失った能力みたいなものを恥ずかしくなるように思わせる人たちがまだまだたくさんいるのであります。うん。それをどう,いうふうに、その思うか、そして彼らの人間的の力みたいなものとデジタルって、そこまでそのデジタルが <laughs>、あの、なんだろうな、カバーできていくのかどうかというのは、まあ、 見ていくしかないのだろうなというふうに思っているんですけど、ね。一つだけ言えると思うのは、はいはい、あの僕今回カールペイジさんという人と、うん、まあ四日間ぐらい付き合ってみて、うん、前からはも知ってるけど、びっくりしたのはね、その億万長者の一族じゃないですか。うん、だけど、そ,ねはい、その僕が付き合ってた今回もそのいろいろ有名なところにね。うんうんうん 米国大使館だとか国会だとかなんとか,かんとか委員会とか行っててそういう人たちとずいぶん違うところがある何が違うかというとねその要するに今言われたようにまさに農地だとかその土をいじるとか本当に本物に触ってるっていう人たちがいるのと。 関なんかだと、紙触ってて、メタフィジカルな話をして、ストーリーって、なんか偉そうなこと言ってるのと、うんうん、あるじゃない、うん、でこのグーグルの人ってね、すごく土に触ってるの、でえっと、それは、えー、なぜかっていうと、えーうん、要するにさっき言ったように、そのデジタルが進化しすぎると、アナログになるわけそういう意味で、それその一つの,あの,あの、何、えー、っと、 そういう例えの話じゃなくて、実際に,実際にそういう発想するわけで発,、ね、発想だし、自分し自身も、うん、自分はこういうことを考えてるんだよって、一生懸命見せるわけよ、うん、自分の絵描いてさ、すごくアナログなの。そうだよね、俺が言ってるった俺、お前、あんた、土軸ってるのかって言ったら、軸ってないわけだから,だからね、俺も。 じく、ね、らなきゃ、いじくらなきゃそういう話はできないっていう話になってたら、何も話は進まないわけで、はいはい、そういう意味ではよくわかります、はい、やっぱりその、ちゃんとそのフィールドワークをしてる、やっぱりその、僕は億万長者ってどうしたとかっていうのは、すごく興味があったから付き合ったんだけどさ、すごく横幅が広い、そういうもんなんだと思った。 で彼はその資本主義社会にいる人間だと思えなくて、というのは、悪口ばっかり言うわけよ、何,何についてる例えばオイルマネーとかさ、そうそうそう <laughs> で、なんで電気料金が下がらないのかといえば、電力会社が儲けることしか考えてない、でオイルマネーは自分たちの,あの要するにオイルプライスを下げたくない、分かります。 とんでもない技術をね、今まで誰も考えてなかったようなそういう発明をどんどん積み重ねていったことによって、うん、その価格破壊を起こしたと、うん、つまりあの破壊的エンジニアリングってことば、よくあるんですよ、うん、それによって世界を変えたと、うん、いうことを言っとお,お金欲しいね、でも、<laughs> <laughs> その通おりですね。ね うちを助けてくれるくらいのは朝飯前だろうと思うんですけどね。うん。うまあ、小村寺もどう小村寺も出してもらったらあっという間に助かるよね。ね。<laughs> まあまあまあ。いや、でも小林なんかあっという間に救われるよね。<laughs> 全部、全部救われるよね、きっと。<laughs> まあね。 この前、僕、行けなかったんですけど、あのー、どこかでやったじゃないですか、あ,のあ,あ,れ,とはあれとは関係ないんですあだから土曜日にやったんです、でそれはあの日比谷の公園に図書館があって、うん、あそこの大ホールを使わせてもらったら、はいはい、200人で100人をあの制限にしたら、125人来ちゃう,うん、うん ほとんどかかっそれと、その今回、グーグルがあったのとは関係ないんですか,かそのグーグルの人が基調講演したからみんな集まったあそういうことかいつ、一時下げなくてもいいです、笑い声でも入れてください、ね、いやいや、<laughs> いやまあ、とにかく<れ>その政府の関係の人もしたし<ー>その、日本のエネルギーを支えてる人も来たし、ー <laughs> グーグルってすごいなと思いました、えー、というようなでっかい話から、ちょっともう一回そのアナログの話。 します今ちょっと電話かかってきちゃいましたけど、ね、なんだって。というのはですね、えっと、まあ、あの、まあ、僕と中村みどりという、その、まあ、右翼です、右翼の,の2人のトークを、私が、私の、おそれはたまたまなんですか、本当にたまたまなんですが、 うちの、うちの菩提樹ってかな、あの、他がある町、富倉という町のところで、のホールで、えー、話をすあの、呼んで、呼ぼうという企画が持ち合ってまして、で、そのやり取りをしてるんですが、で、そのや、やり取りをしている相手方はすごいアナログなんですよ。全くもっとアナログなんですよ。あの、メールしかダメ。で、 一つ考えるのをこう,こ,うこう考えて。で、じゃあリモート会議。何でも、まあ話は進まないんで、でかとりあえずリ,リモート会議かなんかあの、LINE かなんかで会議しましょう。つっいや、会わなきゃダメだ。それはそうなんですよ。それはそうなんです。その人本当にアナログです、ね。その、うん、もうねいや、いや、それ苦労してるんですけどね。だ,だっけ。だってちょっとそういう意味でそのアナログ、 その、で、の、ということを今、あの、考えているし、うちの資料館を見に来る人たちがここはアナログでいいですねっていう言い方をしてくれるのね。そんなつもりはないんだけど、いかにどうしようかと思ってるんですけど。まあ確かにそうなんだよね。うん、というようなことがあって、まあ、まあ、まあ、図書館を考える会みたいなことを、 をやっっていらっしゃる方にもちょっとこう面白いもしかしたらまあ僕,僕が面白がっている人たちがいてそのことを見てもらう説明するからきてそれが新しい図書館を作る特にこんなに場所もないスペースもないっていうところではもしかしたら何かの参考になるかもしれないし少しずつものの考え方として、うん、あのこの町にはどういう図書館が必要なのかっていうそ,のそもそものところから考える。 そういう,ふうにはいいんじゃないですかって言ってんですけど、まあ、なかなか来て。くださらない。あるいは、郷土資料館を考える会の方々も同じことなんですけれども。あの。ぜひぜひ。本当に来てもらいたい。というふうに思ってるんですけど。私も本当にそう思いますね。うんうん、あの、高山さんの、あの資料館に行くとね。世界の中に入れるわけですよ、ねあ。ああ、いいですね。すで、あの、さっきも映画の話あったけど。映画って、やっぱり時間の中に入れるでしょ、うん、そうですね。 でそれがまさにアナログっていう表現もあるんだけど多分、そのグーグルが最終的に目指していることでもあると思うつまり自分たちの脳ってすごくたくさんいろんなものが入ってるわけうん、うんね、例えば50年、うん、70年入ってるじゃないですか、はい、それがその外の世界とちゃんとこつながっていくっていうのに、うん、その単にデジタルじゃなくて、うん、もっと太いパイプはい、はい ながるな、はいはい、そういうこと、ね、それを目指してるんですよねそうなんです世界とつながるんですねここが非常に重要なところだというふうに思っていますであのまあちょっと曲聴いてもらおうかなというふうに思ってるんですがあの「月頭の月頭」という歌でありますあのこの映画の主題歌にもなっていますでえー、っと若い人たちは月頭の花は見たことがなくてもこの月 月頭という歌は必ず異例の、異例の日になると歌わされるって言ってたね。でね、僕、あんまりちょっと大きなこと言うんですけど、例えば歌、歌声運動とかってあんまり実はあまり好きではないんですけれども。で、その歌声運動の中では沖縄のことってやるとゲットってのはも定番の曲でみんなニコニコしてダンジョンって歌うんです。あのね、それもあんまり好きじゃなかったんだけど、僕はあの映画を見た後に、 この曲を聴くと、それまでは、特に何も感じなかったものがですね、もうなんだろうね、こう揺り動かされるんだよね。うん、というようなことで、まあ皆さん、これ聞いてくれた皆さんはあの映画見てないので、えー、そうはならないかもしれませんが、ちょっとここで、海舘豊さん、最近ちょっと付き合いがあってですね、海舘さんは、えー、沖縄の 変座島というところの仮眠地の松江でございますが、えー、の水さんが作ったゲットという歌を、ちょっと、あの、映画ですかの水さんが歌ったバージョンではなくて、えー、映画の主人公、主役の方が歌っている、その映画の、映画版のゲットを聴いていただきたいというふうに思います。ちょっとお願いをいたします。 果てない浮世の情け」「さの夏 <music>、えー」というわけで、まあ、途中で,ですか、ね、今っと最後に「浮世の中情け」という。 これって決して、浮世の情けが大切だよって言ってんじゃなくて、浮世の情けは危ないよっていう、その意味合いを込めていらっしゃるそうです。あの、それに流れていっちゃう、その、その立ち止まって、その、こう、変わっていか、い、いいくっていうか、なんかそういうものではない、その継承なんだっていうこと。ちょっと、まあちょっと、また、あの、えー、お話ししたい、する機会もあるかと思いますが、そういうような歌なだ、ということであります。 まあね、で,でもう一つちょっと、あのー、その映画のことなんですけど結局はどういうことかっていうとあの沖縄戦の記憶を持っているお母さんが死なずに一人の子供を自分の娘として育てるその娘の子どもがあのお米兵と一緒,お一緒になってアメリカに行くその息子がやってきておばあちゃんのところにやってきてお母さんを許してくださいっていういや何にもその。 お母さんんのこと恨んじゃいないいいめちゃいないよんにも悪くないよっていうような話をでそこに何があるかっていうと今考えてみたら我々がやろうとした今の,の年配のそういった、えー、沖縄戦を体験し,よしたような人たちと今の若い人たちをつなごうというようなことでこの,このトークショーを企画したということとまさにこの映画の中に現れているのがあの記憶をどうやってつないでいくか その若い人につないでいくかということが30年前の映画ですけれどももうそこに描かれてるんだということ本当にねまああのアナログで仕方がなかったとは言うものの実際に見ていれば僕の告知の仕方も違ったんじゃないかというような思いがあってこれをちょっとまあ値段は張るんでありますがえー、狛江でできないかなということを思い始めていますでやっぱり ちょっとねあのせっかくなんで、わざわざフィルムを持って、デジタルじゃない、ここなんだよね、あれだけ担いで、あの映写機を積んで、カタカタカってやるっていうことを思うと、10人でもいいやっていうことにはならないんだよね、そうするとやっぱり、できれば100人ぐらいの人が集,集めて、上映化をしたいっていう気になる、そのためには、われわれの力だけでは、残念ながら、本当、全然来てくれない資料館をここでやっている、こ,こまの人が来ない、来ないって言ってますけれども。 そういう意味では、その小林たちに100人集めてもらうには、私たちの力だけでは無理だ。というふうに思っている。なんとか、そこで、あの、で,できないかな、というふうなことを、ちょっと思っているわけであります。まあ、ちょっと時間がなくなってきました。えっ、ー、と、また、マンボさんからメールを読み、えー、ようと思います。えー、困ったラママンやおせ。 平日の夕方なので在宅ワーク終わりに駆けつけても船橋からだと思いっきりアウト、うんね、榎本さんとかああ杉本ちゃんとか義太夫人さんが遅刻してくれない限り難しそうです俺はいいのかみたいな話です <laughs>、ね、悩んでもしょうがないのでこれからまたポーク卵を貯めてまずは腹の虫をおとなしくさせようと思います、まあ、お好きなようにって言ってくれます <laughs> そ、ね、船橋 はい、もうあくまでも食い物でここに対決をしようというふうにしてるわけですがまあ食い物が食えながらあの映画を見ると本当に食べ物がねほんとにいろんなものてくるねあの全て出てくるねあのいいうちらんちもいればおかしなうちらんちもいればいい日本円もいれば悪い日本円もいればもうありとあらゆるものがでもそれもあんまり詰め込みすぎたっていう僕,僕なんかは印象なく見ることが できましたぜぜひぜひ見るる機会があ,るあの結構やってはいる調べればあの、えっと、売ってはいますということでこのコロナでずっとできなくなっちゃって大変だったみたいですけれども、まあ、まだまだ借金を抱えていらっしゃるそうであの作った時の莫大な借金をまだ返せていないということなので、まあ、そういうこともあって DVD にすると、まあ、そ,のそういう上映会がなくなってしまうっていうか、まあまあ、これも言っちゃいけないんですけど こう、DVD、こう、まあ、とりあえずこう,いうこういう映画ですって紹介のために見せ,見せちゃうとそれをコピーして回す人はいるんだよね。これはデジタルの嫌なところでありますけれども。あのー、そうするとどんどん力が薄まっていってしまう。まあ、エントロピーの法則とでも言いましょうか。ああ、つまり、希少価値みたいなものがあるんですね。これがこ拡散してしまったに、その力がやっぱり薄れていく、価値が薄れていくということもないわけ ではないまあそういう意味合いがあるのかないのかわかんないんですけれどもそういう意味で、まあ、僕はもう少しそのアナログアナログっていう言い方自体がデジタルっぽくて嫌なんですけどもう少し何か人間の,の何かもうお役所さんに学びながらあのやっていこうというふうに思っています。えー、あと1分ですがちょっとこの前も話したことあるんですけどあの 僕、オケのお客さん、北朝鮮大嫌いって話したっけ、この番組でも。北朝鮮大嫌いって、なんでって言ったら、ミサイルを、ミサイルを海に落としている。海が汚れるんだ。というふうに怒ってた。あ、そういう発想ねえよなっていうふうに。その北朝鮮がイデオロギーがどうだ、北朝鮮が嫌いだという話じゃなくて、海にあんなものを落とすは、まあ、許せない、うん。おっしゃる通りということを感じたわけです。私が 腎臓であのおかしくなってえまあ投石みたいな話になっちゃうと今までのようにやっていけなくなるし沖縄にもそうそういけなくなるって話ではあるんでございますけれどもなんとか頑張って命ある限りえーやっていこうというふうに思っています。これれかららら若いい人につながりががりたたくさんできたのできのそをを彼らに元気をもらいながら そうすれば少し寿命が伸びるかなというふうに思っています今日は最後までお聞きください木下さん突然来ていただきましたありがとうございましたしばらく酒はやめようと思ってますどうもおやすみなさい